日日学学院院講講師師のの宮崎信也でですす吉野哲之ですさあ今回はですね夏の特集ということで今この時期受験生3科目ね権利関係宅建業法法令税等とある程度一通りね学習が終えてるかなと思うんですけれどもその中で 特に気をつけてほしい引っ掛け問題というのを今日はですねいくつか問題として実際の過去問を取り上げて我々でね解説をしていきたいと思いますので最後までご視聴いただきたいと思います宮崎吉野の引っ掛け問題に気をつけろそれでは 今回は引っかけ問題ということなんですけれども特に科目ごとに注意したい引っかけ問題とかってねあると思うんですけれども宮崎先生その辺どうですかねはい今回は卓球試験の受験生の方が本番の試験の時に特に気をつけなければいけないような引っかけのタイプについて、うん、実際に本試験で出題されたた重要テーマからピッックアップいたしましたまず権利関係については受験生が毎年毎年 引っ掛けられて釣られてしまうようなタイプの問題が多く出る借地借家法から選びました次に宅建業法からは宅建業者の変更の届出託し建物取引士の変更の届出紛らしいですよねこれを比較して整理しないと引っかかってしまうテーマからの問題そして35条と37条の受験生にとっては本当もう最後の壁。 もうラスボスと言ってもいいような重要テーマをピックアップしました法令上の制限からは建築基準法重要数字をしっかりと抑えないと本試験に引っかかってしまうので重要数字の引っ掛けを選んでありますまさに受験生皆さんがね引っかかるような大事なポイントというのを我々でね解説していきたいと思いますのでねぜひ楽しみにしてくださいそれでは権利関係編 借地釈迦法の問題見ていいいきたいと思います。令和2年10月の試験、問いの12番、選択肢の3番です。A と B との間で A 所有の高建物を B に対して居住の用を目的として期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約を提携し B が、 高建物の引渡しを受けた A は転勤療養親族の介護その他のやむをえない事情があれば B に対し解約を申し入れ申し入れの日から1月を経過することによって本件契約を終了させることができるはいではですね今宮崎先生にも読んでいただきましたがここは。 結構引っかかっちゃう受験生が多い問ですよねさらっとこれ読んじゃうとねっ<う>ってつけたくなっちゃいますよほ、ね、本当気をつけなければいけないのは、まあ、問題文をこう活字で見たときに重要なキーワードのところが全部こう整っている揃っているように見えちゃうんですよね。うんうん、ところがところが丁寧に読み取らないといけないのが実はそう。 人物なんですよね。<う>今回はね。で、あのちょっと確認していきたいのが、今回の問題借地借家法の借家なんですけれども、定期建物の賃貸借において賃借人借主側からの解約の申し入れっていうのが一定の場合に認められています。その要件として居住用の建物であることで、床面積に関しては200平米未満。あとは転勤療養。その他のね。親族等のね。事情によってやむを得ない。 そういった事情があるとそして解約の申し入れができるのはあくまで賃借人なんですよ、ね、賃貸人の解約の申し入れっていうのはここのルールでは存在しないのでそこのね引っ掛けというところでここは間違えないようにしていただきたいですよねはいこの令和二年の十月の試験時には宅検試験で A なのか B なのかという死後の部分の引っ掛けは初めて問われた問われ方だったんですね、うん ですからその過去問題でこのテーマは何回も出ていたんですけども本試験の時には過去問題とは違う部分のきっかけで多くの受験生がミスをしてしてまったようです、ねうん、そうでですすねねそやっぱりこの辺に関してはまずちゃんと図を書いてどっちが賃借人かどっちが賃貸人かってことをしっかり把握することあとはこういう基本的な要件解約できるのは誰ですかとか居住用だったら解約ができますかとか事業用だったら解約ができませんかっていうその要件をしっかりと。 正確にに記憶して、ね、問題に対して当ててててね問題対当はめるっていうのがとても大切ですよね A と B 登場人物が2人しかいないから図を描かなくても大丈夫なんじゃないかと雑に解くとそこに落とし穴が用意されてますので気をつけて本試験的には丁寧に図を描きながらミスを減らせるようにミスがゼロになるように工夫をして解いてほしいと思います。 いや本当にそうですよねあのどうしても今ね宮崎さんおっしゃった通り人物が2人だけだともう頭の中で整理できちゃうから図をね描かなくてもいいんじゃないかってねちょっと手抜きしたくなっちゃうんですけどその結局手抜きが1点の致命傷にねつながってしまう可能性があるので逆にちゃんと点数を取りたいんであれば少し面倒かもしれないけどもあの図をちゃんと書き起こして権利関係を整理しそこでね問題に 取り組むっていう姿勢が大事ですよね、はい、もう実際私がですねこう本試験会社で問題を解くんですねその回答速報用に試験会社で解くんですけども、うん、その時にはミスが許されない立場になりますので A なのか B なのかちゃんと図を書きながら解くんですね、うん、今の問題であれば A 所有のこう建物ってなってますから所有者が A で A が貸す側で B が借りる側っていう図を書いてで丁寧に解くから気づきやすいんですね、うん きっかけが飛んできた時にそこにミスなく対応できるそれは図があるからと言ってもいいでしょうそうですね、やっぱり権利関係、民法、被釈、釈迦法もそうなんですけれども、登場人物がね、出てきますから、ちゃんとそれを把握するためにも図を書いてで、そしてその図を書いたときに、印象に残りますからね、うん、書いたことっていうのは。うん なので書かないよりは書いた方がじゃあ賃借人は B だなとか賃貸人は A だなっていうのを書くことでよりね鮮明に記憶として残りますから問題も解きやすくなるんですよね。結局問題文読んでも図を書かないとその点またねあれえどっちだったっけなとかねあれ B って。 鎮になったっけなっていうふうにまた問題文を戻って読み直さないといけないという時間がねもったいないですから時間短縮のためにも図を書くっていうのはとても有効ですよね、うんはい、これ本当勘違いしちゃってる受験生方多いと思うんですけど。 図を書いた方が選択肢1234って進めるきにもう図をパッとこう確認するだけでよくなるから、うん、結果時間短縮になるんですけども図を書くのに時間がかかるんじゃないかなというふうに考えて時間節約しようと思って図を書かないでミスが出やすくなったりかえって時間をロスしてしまってるという、ね、ケース多いですよね。なのののので今回の問題というのはその ご自身の問題の解き方っていうのを見直すねそういういい問題でもあるのでぜひねししっかりと復習していいたただきたいですね、はい、それでは「宅建業法」編としましてまずは宅建業法の問題1つ目なんですけれども今回の問題は令和2年の10月の試験。 問34選択肢の3番からの抜粋ですね。問題文読んでいきます。託したて取引士は従事先として登録している託したて取引業者の事務所の所在地に変更があった時は登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 ではこの問題なんですけれどもやっぱりね結構引っかかる受験生多いと思うんですよ。宮崎先生ここポイントどういうところですかね宅研業者の場合の変更の届け出どういう場合に必要なのか一方で宅研取引士の変更の登録の申請どういう場合に必要なのかしっかりと比較をしてどういう違いがあるかを押さえておかないとミスしやすいテーマといえます。 そうですよねあの特に宅建業者と宅建士は似たようなルールがね今おっしゃった通おりたくさんあるのでそこをまず一つ一つねクリアすするっていいうのが大事だと思いますでちょっとポイントとしまして例えばその宅建業者。 の変更の届出ですと、その30日以内に届け出をしないといけないっていう数字関係が明確に決まってます。宅建士、託したても取引士のその登録簿の資格登録簿の件でいうと、これは遅滞なくっていうね。文言になってますから、そういうところもちゃんとね。比較別しないといけませんよね。あとは内容です。 特にこの内容については正確に記憶しないといけないので例えば宅っ業者の名簿のケースでいうと事務所の所在地とか名称っていうのはこれは搭載、ね、事項という形になってますけれども宅っ士の資格登録部においてはその従事先の事務所の 所在地はこれはですね登録事項とかってなってませんのでまあこういうところをねちょっと細かいんですけれどもちゃんと比較して正確にインプットするっていうのが大切ですねそのインプットをする時なんですけども、はい、どういうふうに学習するとミスを減らせますかねそうですねなんか結構両方いっぺんに比較するっていう方法もあるんですけども、うん、まずは一つその、うん 軸を決めて、うんうん、宅建業者の方まずしっかりとね、抑えるみたいな感じで。覚えていくと、その宅建取引士の方で、うんうん、あ、ここなんか違うなあっていうのは明確に分かっていくるんですけど。うんうん、いきなりなんか両方ともいっぺんに覚えようとすると、うんうん、結局曖昧になっちゃってて。ね、そんなにね、記憶として残らないってケースありますよね。あのイメージとしては、こう、なんか。両方ともこう曖昧なままに、うん、混ぜちゃうと。うん ぐぐちゃだゃら、ね、こうなんかこうゼリーを作る前のみかんジュースからゼリーを作るりんごジュースからりんごのゼリーを作る時に <laughs> まだ固まってないのに一緒にこう混ぜちゃうと <laughs> もうみかんとりんごのジュースがごちゃごちゃ,ごちゃになるような感じだけど、ね、そのみかんジュースをみかんゼリーにしてある程度こうプルプルに固まった後で、でりんごジュースをりんごゼリーよりプルプルに固まったあとでやっとくっつかないですよね。そうですね。だからあの 発見業法で言うと営業保証金とか保証協会でもそうなんですけどあのどっちもなんかよく分かってないごちゃごちゃの状態でいきなりこう両方同時並行でやろうとすると本当ミックスジュースで混ぜるのは危険みたいな状態で混ぜちゃうとなっちゃうねやっぱりその順序立ててまずはこっちからやろうっていう風にね選択してしっかりそれを固めるという方向はいいですよね今回の問題で言うとこの託したても取引士の制度ですから託したても取引士の資格登録簿ここのね知識がちゃんと うん、イメージできてその知識の当てはめができたかっていうのはすすごく大事ですよね、うん、なので問題でこれ事務所の所在地に変更があった時に変更の登録の申請しなければならないって書いてありますけどそもそもこれは宅建業者のね、うん、業者の名簿の方の搭載事項を登録しないといけないっていうところになってますから、うん、まそこで引っかからないように明確に区別できたかどうかっていうのがね、うんはい、問われる問題でしたよね。うんまあ、あのー、あとはまあ こう学習の進め方としては音読ととか私結構お勧めすするることあるんですよね<ー>例えば、その建、ね、物取引士が変更の登録の申請を伝えなくしなければいけないのはどんな時ですかで自分に問いかけてで自分自身に問いかけて何も見ないで答えが出るかどうか、うん、氏名、住所、本籍とかね、うん、まあ生年月日、性別はどっちもいいかなと思うんですけど、まあ、あまり試験ならそこは出, <laughs> 出ないですからね。そうそうあとと業者の称号号名称免許証番号とか、うん、で スラスラスラッと出てくれば OK ですし出てこなかったらテキストとか確認して音読を3回4回5回やってみて、はいはい、で今度また何も見ないでスラスラスラッと出てくるかどうかとかね。それはすごく大事ですよねやっぱりね。やっぱり自分で自分に説明するっていうと相当な知識がないと説明できないので、うん、やっぱりこういう確実にね仕留めないといけない伝え機能も高いテーマですから。 おっっしゃった通りねそのように自分に説明できるようにねそれぐらい正確に記憶して問題に挑んででいいたただきたいですよね、うんまあ、あの気をつけなければいけないのはその過去問題集を素材に学習することは大切なんですけども問題で問われてるのはいくつか並んでる項目の一部分だけだったりするので、うん、そこの部分だけがこう頭の中に残っててもその周辺知識がね こう頭の中でこうちゃんと固まってないと本試験やられちゃう可能性があるから過去問題を素材にして何か一つ問われる部分があったらそれと同時にですね他の項目もその都度その都度確認するということをお勧めしたいですね。それでは続いて。宅建療法の 重要事項説明と37条書面についての問題です託し建物取引業者が土地の売買の売買を行う場合移転登記の申請の時期の定めがあるときはその内容を重要事項説明書に記載し説明しなければならない。 いやここはね大事な35条37条の書面ということで受験生が苦手なところなんですけれども、うん、ただね一番卓研業法でね重要なテーマでもあるからしっかりね攻略しないといけないと思うんですけれどもポイントはどういういところですかねまあ最終的に本試験の時にはしっかりと覚えておかなければいけないのは間違いないんですけどもいきなり問題文で問われていることの意味がわからない状態で 無理やり覚えようとすると覚えては忘れ覚えては忘れの繰り返しになってしまうんですよねまずは問題文で問われていることはどういうことなのか移転登記の申請時期の定めということは土地の売買契約が行われると土地の所有権が売り主から買い主に移転をするそこで所有権が売り主から買い主に移転したよということを 登記の申請をしましまょうねじゃあそれいつするのっていうのがこの問題文で書かれている移転登記のの申請時期の定めもし契約をする前の重要事項説明の段階で必ずやらなければいけないというふうにしてしまうとこれはもし重要事項説明が終わった後でそれから数日数週間時間が経ってから契約決まった時にあれこれ登記の申請ちょっと日程変えなきゃってなったらまた重要事項説明やり直すんですかって話になりかねないわけですよね。 宅建業法のの条条と37条のところでよく狙われる時期というキーワーワドがあります。この時期というキーワードについてはいつ行うかということなので契約が決まればですねもう確定するからもう契約書37条書面の方には必ず書いてねというふうにはなるんですけども契約の前段階ではまだ契約してないからいつなのかが確定してない状況なんですよね。ですから実際に、 動産の売買をこれから行おうとする場合には説明されることが大半だと思うんですけども宅建業法上は義務づけてないと義務づけちゃうと日程変更があったらもう一回重節やり直さなければいけなくなってしまうからっていうふうにまずはこう考え方を持ってねイメージ理解をしていくと攻略しやすくななるかな引っかかかりにくくなるかななるるとは思いますすほどですねやっぱりその35条と37条の特徴をねしっかり掴むっていう大事ですよね。そもそもも条書面って何なのと 37条書面ってね何なのって話ですからね<れ>拍手いただまましたありがとうございます、ね、<laughs> いだからねみんなねその問題解いて <laughs> 35条はこれとこれとか、うん、38条これとこれって覚えようとしちゃって、うん、そもそも何のために35条の重要事項説明が必要かとか。うんうん そそういうういいいここととねねやなな多んんよですよ、ね、結局その大事なとこで確かに、ね、その記載内容だったり説明内容だったりするのでそこは確かに間違いないんですけど、うん、でもそもそものね35条書面って何ですかって何のためにその書面あるんですかとかね37条書面って何ですかと目的何ですかっていうところから考えていくと、うん、その丸番記っていうね、うん、そこに頼らずにあだからこういうふうになってるのねっていうねちゃんと理解ができて、うん、ちゃんとインプットができるようになるので、うん、やっぱりそもそものその。 暗記に、ね、頼るるだけじゃゃなくてちゃんと理解する、ね、35条書面と37条書面の目的とかそういうのをねもう一度学び直すってすごく大事ですよね。そうですね、うん、ということで今回ね35条と37条の大事なね比較の問題ということで見ていきましたが他県業法でね一番大事なねテーマとなりますので時間をかけてしっかり学ぶようにしていただきたいですよね。うんまあ、学び方の順番としてはまずは理解をすること35条と37条の違いですね。うんうん その制度の違いを理解してでそれぞれどういう小向きが必要なのかあれ何で扱いが違うんだろうと思ったらそれぞれの制度の趣旨その考え方のところからまたこう見直していただけると理解がですねだんだんこう支えになって記憶のですねこう負担がだんだん軽くなるかなと思いますので是非そのように、ね、上手に学習を進めていただきたいなと思います。 それでは続きまして建築基準法法令上の制限のね問題を抜粋しましたので見ていきたいと思います今回は平成24年問いの19選択肢の2番からです問題を読んでいきます第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域または田園住居地域内においては建築物の高さは12メートルまたは15メートルのうち 当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない今回は法令上の制限建築基準法でここもね結構基本的なテーマではあるんですよね、うん、出題頻度が高いんですけれどもちゃんと大事なポイントを覚えないと引っかかってしまう可能性あるのでねそのポイントぜひね先生に教えていただきたいんですけどもはいまず今回の問題については 何のルールーかを読み取ることですその建築情報の問題結構長めの問題文が来ることがあるんですけどもどのテーマのことを聞かれているかで今回は建築物の高さなんですねで高さのルールを聞いているとでその高さについてはどんな用途地域の場合に利用ができるかできないかで問題をよく見ると用途地域については第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域 田園住居地域という設定確かにこの低層住居専用地域1種2種それから実質第3種低層住居専用地域と言ってもいいような低層住居専用地域の応用版の田園住居地域この3つの地域では高さのルールがあると。でそこまでを確認した上でじゃあ正しい数値は何だというところで引っかからないようにね問題を解いていただきたいなと思います。はい そうですねねやっぱり、ね、今おっしゃったところポイントが、ね、たくさんぎゅっと詰まっているので、ねあのうん、受験生の皆さん参考にしていただければと思うんですけれどもただやっぱりあの記憶ってすぐ抜けてしまうのでやっぱり抜けちゃいますよねこの数字って結構、うん、建築基準法とか、うん、まあ法令上の制限ではね数字の暗記ってありますけど、うん、でやっぱりそういうのは何でしょう一つアドバイスとして。 自分でもなんか語呂みたいなのを作ってみるとかそういう工夫ってありかなと思うんですよね,いいすね我々も、ねんうん、語呂とか結構紹介するじゃないですかうん、うん、やっぱりそういう語呂を活用しながらね建築基準法を乗り切るっていうのも一つですよね、うん、そうですね本当重要数字については語呂合わせの相性が抜群だと思いますそして語呂合わせについてちょっとアドバイスをさせていただきたいんですけども言葉の 意味を理解すれば、用語の意味を理解すれば、もうそれで問題が解けるようになるものは、語呂合わせは本当後回しにして、語呂合わせは補助的に使うのがいいと思うんですよね。用語の意味を理解すれば、もうそれで問題解けるというのが理想です。ただ、忘れにくく補助的に語らせを使うとで。一方で数値については、 数値は、まあ、あれやこれは考えるとちょっとしんどい場合も多いのでもう最初からご呂合せをです、ね、使って効率的に学習を進めるというのもありです。ただそれでもね今回のテーマについては建物の高さのルールです。で建物の高さのルールで第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域電住居地域というです、ね、低層系の住居地域高さがどのくらいまでいいかなっていう時に まあ正しい数値は十メートルまたは十二メートルなんですけども、大体だいたいまあ二階から三階にイメージだと思うんですよね。で、二階から三階建ての建物が並ぶときにどのぐらいの高さかなっていう感覚をまずイメージでざっくり持って、でその上で十とか十二っていう数字をね、ゴラスなんかを活用して補助的に抑えていくのがおすすめです。はい、そうですね。あのね、今先生おっしゃった通りイメージってね、結構大事ですよね。そのイメージがあるかないかで記憶って定着率全然変わってきますもんね。 あの受験生の皆さんに対してなんですけれどもやっぱり丸暗記っていうのはどうしても法令上の制限ってパターンの暗記だったりとかそういうのを重点的にや,りやってしまいがちなんですけれどもただそこに関してあの用語の意味を理解するって宮崎先生もおっしゃってましたがそこをね忘れないでいただきたいんですよね。 あとはそのイメージです高さのイメージだとかその用語をちゃんと自分で理解できているかそこがしっかり固まっていればあの問題を読んだ時にねあこれはここのテーマだなとかあここはこのことを聞いてるんだなっていうのがすぐ頭の中で引き出しが出てきてね、はい、問題も解けるようになってくるんですけれどもそういう状態が作れるのが一番理想です。 で、ただやっぱりね。丸暗記に頼っていると、その引き出しの中身がめちゃくちゃになっていて整理できてない状態なので、引き出し開けてもですね。自分の知識が整理できてないから、その知識の当てはめが難しいんですよね。それをちゃんと回避するために用語を理解するとか、イメージを大事にするっていうところを、皆さんにも心がけていただきたいかなと思います。あの法令上の制限全体に言えるんですけども、確かに暗記的要素はあります。ただ、意味を理解した上で覚えてるのと。うん 意味を理解せずにただ覚えるのでは全然別物で特に初めて見る内容応用問題や初見問題でね法改正関連とかいろんな問題が出やすくなった今の「たっ試験」ではやっぱり一つずつの言葉の意味を理解してこの問題文書いてあることは初めて見る内容なんだけどでも今まで学んできた用語の意味から考えると多分こうなるんじゃないかなっていうのが できるようになってくると点数がガン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 って伸びてくるんですよ、ね。そうですよね。うん、そういうの大事にしてね、あのぜひ建築基準法法令上の制限もね乗り切っていただきたいと思います。引っかけ問題に気をつけろ。ご視聴いただきありがとうございます。発見試験では間違いを探すような問題、引っかけ問題が多く出ますので。 過去の本試験問題を解きながら、自分がどういうタイプのひっかけ問題に引っかかってしまうのか、自分の弱点を発見すると力を伸ばしやすくなります。そして、自分の弱点を発見した場合、そのテーマの他の問題とかをテーマ別の過去問題集で学習するのがおすすめです。弱点については、テキストについても合わせ確認することをおすすめいたします。 闇雲に全部の範囲の過去問題は同じようにあるんじゃなくてあここは自分が相性のいいところ、まあ、比較的大丈夫かなというところといやこれ全然だめだとかあちょっとうっかりミスが多いなとかっていう風にテーマごとに課題が変わってきますのでぜひ自分の弱点を克服して得点を伸ばしにいくその奇跡の学習素材として過去問題を活用していただければなというふうに思いますご視聴いただきましてありがとうございます。夏以降 勝負の直前期ここからぐんぐんね点数伸びていきますから今例えば模擬試験で悪い点数だった、ね、そここででで落ち込む必必要性はありまませんんれからのの学習によって必ず皆さんねご学できますのでそしてよく受験生からも相談を受けるんですけれども夏以降の直前期で模擬試験と過去問どっちを中心にやったらいいですか模擬試験ですか過去問ですかそういうねお悩みが多いんですけれども。 やっぱり悩んだら過去問です過、はい、過去去問問ししっかりやりやましょうで過去問がしっかりできていてある程度ねこの内容も理解できて自分でも内容が説明できるぐらいになってるんだったら模擬試験をねガンガンやってそっちをね進めていただいていいんですけれどもやっぱり 模擬試験でもそこまで点数が伸びないこれからどうしたらいいか過去問やったらいいか模擬試験やったらいいかっていう方は是非ね過去問をしっかりやるようにしましょう過去問を制すればね宅検試験必ずすすことがでできますのでそれれを忘れないいでくださいそして過去問やるときにはちゃんと理由づけをするなぜ誤ってるのかなぜ正しいのかっていうのを突き詰めて解説も丁寧に読み理解を深めるようにしてください私も皆さんのご枠を願っております宅検試験をして人生変えましょう 絶対合格発見<格>受験新報は年4回春夏秋冬号の発売です受験に役立つ情報満載ぜひお読みください